クロンプトゥアラアイコナムインジングニーオラムより、マルキア・フルニルッラは、一世紀ローマ帝国の女性。後に、ローマ皇帝となるティトゥスの2番目で最後の妻。家柄はよく、聖火は、ローマ王であった、アンクス・マルキウスの子孫にあたる、マルキウス氏族のパトリキであった。父親のクイントゥス・マルキウス・パレアスラは、フルニルラの義父となるウェスパシアヌスの友人であった。 彼女のコグノーメンのフルニルラはおそらく母方の家系から取られたものである。トライアヌステの母であるマルキアは姉妹と考えられている。父方の叔父のクイントス・マルキウス・パレア・ソラヌスは元老院議員であり、いとこにソラヌスの娘のマルキア・セルイリア・ソラナがいた。父方の祖父であるクイントス・マルキウス・パレアは26年の補充執政官でプロコンするとして、 アフリカ族州に2度赴任している。祖父は、アフリカ族州で有力な人物であり、アフリカでの拠点としていたレプティスマグナにおいて、デイクガスティ、または、8月の神に寺院を建じている。マルキア・フルニルラは、ローマで生まれ育ったと考えられている。63年に、最初の妻と死別したティツスと結婚する。おそらくは父親たちが、この結婚を取り決めた。 この結婚は、キティスの後ろ盾となり、彼の政治的キャリアを後押しした。スエトニウスは、フルニッラを、とても良いコネがある、女性と述べている。64年9月17日、ユリア・フラウィアを出産。彼女が、唯一の子供となる。なおユリアの母親は、フルニッラではなく、キテ,ティスの前妻アレキナ・テルトゥラとする説もある。キティ,ティスの最初の結婚と同じように、 この結婚も長くは続かなかった。フルニッラの成果は、ネロテの抵抗勢力とつながりがあったために65年のピソの陰謀の失敗以降は、ネロテに礼遇されていた。ティトゥスは、陰謀の権威がかかる人々との関係を避けて、フルニッラと離婚し、娘のユリアを引き取っている。これ以降のフルニッラの生涯は伝わっていない。ありがとうございます。